東京、上野、貴金属店強盗犯を撃退で大注目。高い防犯能力、さすまたを元刑事、小川太平氏が解説。重要な、使用上の二つのポイント。都民の台所として親しまれる、雨メ横丁を筆頭に、赤ちょうちんがぶら下がる飲食店も軒を連ね 下町の空気が今も残る東京、上野。向かう多くの電車が発着する大きな駅ながら、雑多な雰囲気もある町の空気感が一変したのは11月26日のことである。ワイドショースタッフが語る。上野にある貴金属店へと男3人が押し入り。 バール状のものでショーケースを叩き割った強盗致傷事件が発生。は11月28日になって埼玉県内の警察署と交番に出頭した18歳の少年2人を強盗致傷容疑などで逮捕しました。今年5月には銀座で高級腕時計店が16歳から19歳の4人の犯人に襲われたこともあり、捜査官からはまた 未成年者による反漏れています。相次ぐ未成年による凶悪犯罪。そんな中、今回大きな注目を集めたのは、長さにメートルほどの棒に U 字型の金具がついている防犯用具さすまただ。今回の上野の事件で店員が犯人に退治する際に使った動画がニュース番組で放送されるや浴びたのである。 犯人はバイクで店へと乗り付け、襲撃を試みるも、さすまたを手にした店員らによって撃退されました。この一部始終を撮影した動画が放送されたことで、防犯道具としてのさすまたにスポットライトが当たっているのです。全道動画を見た視聴者からは、頼もしい。見回す店員さん勇敢すぎるぜ。など、X。 急ツイッター上には、賞賛の声が続出した。貴金属店側の対応は、見事の一言。滑腐の良い男性がさすまたを手にし、犯人に向かって振り回す。同時に別の男性従業員が、現場へと犯人が乗り付けたバイクを2台とも足を封じるなど、見事な連携プレーでした。結局、犯人は何も取らず、 バイクは放置するしかない状態のまま、方法の体で逃走。27日の夜になり、店を襲撃した男性3人のうち2人が出頭。翌日の逮捕へと繋がったのです。どうフィリピンの地から SNS 上で闇バキュートケーテンや質店を襲う広域強盗を繰り返したルフィこと、今村魔人容疑者らが逮捕されたのは2月のこと。 店にとっても防犯意識が高まっているところへ起きた今回の事件。犯人撃退に活躍したサスマタの有効性を、元神奈川県警刑事で犯罪ジャーナリストの小川大平氏が解説してくれた。または長さにメートルほどのものが一般的だが、現在では伸縮タイプや1キログラム前後の軽量タイプの商品もあり、数千円、1万円ほどで購入できる。 犯人を取り押さえたり、威嚇、攻撃を防ぐ効果が期待されるが、元神奈川県警営事で犯罪ジャーナリストの小川氏によれば、活用にあたっては大きく2つのポイントがあるという。長さがあるさすまたは、狂気を持っている相手との距離を保つことができるのが最大のメリットです。ただし一人で扱うのは難しく、ポイントは複数人で使うこと。 それぞれがさすまたを手にして、相手を追い込むことが重要になってきます。その間に他の人が狂気を振り落とさせる、相手につかみかかるなどする見合いもある。23年3月1日、埼玉県戸田市の私立美笹中学校へと刃物を持って当時17歳の少年が侵入した事件がありました。少年を取り押さえようとした男性教員が切りつけられ、 負傷この際にも現場へと駆けつけた隣のクラスの先生は、さすまたを持ってきていたんですよね。複数で立ち向かっていれば負傷することはなかったかもしれません。シンプルな作りで手軽なさすまただが、護身や警備といった訓練を受けていないとなかなか取り回しが難しいのも事実だという。そこでもう一つ大きなポイントとなるのが実地訓練だ。 さすまたは交番には必ずありますし、パトカーにも搭載するほど有効な防犯用具。学校や貴金属店などでもさすまたを常備するところが、一方でさすまた自体は知っていても、それを使ってどこを狙えばいいのか、対象者を取り押さえた後はどうすればいいのかなど、使い方を知らないケースも少なくありません。そして、 使い方を知らないと逆に危険な状態になることもある。私も交番や幼稚園へよく教えに行っていましたが、実地訓練を行い、どうやって対象を取り押さえるかなどといった使い方を体で知っておく必要があります。全道。小川氏は、今回の上野の事件については、とっさに起きたこととしては、うううに使っていると思います。すと,と評価するが、基本は、 複数人、でこそ威力を発揮するということと、実地訓練が大切、と改めて説く。一字が万字。しっかりと覚えておきたい。